初球ストライク。スライダースライダーですよね。今腰引いたですよね。ショートゴロです。ちょっと下がってから源田合わせました。ワンアウト。浅村をまずはショートゴロで打ち取りました。タイラー打ち上げました。ショート源田が下がってオーライです。落下点ツーアウト。打ち取ったか。サードの前出て、あっと逃げませんでした。記録はエラーがつきました。スパンジェンバーグところです。センターの前は前に出る、前にチャージ、ヒット、ランナー三塁行った。一塁三塁です。さあ追い込んでいます。タイラーファーストゴロ抑えた。丁寧に行きました。ウーメンティン試合終了。平田がしっかりここもランナー出したんですが、最後のバッターを抑えて無失点記録は伸びまして、パ・リーグ新記録。あとはねセ・リーグ記録あるんですが、パ・リーグ新記録ということですからね、はい、ひとまずここで頂点に立つと、順調にいけば本当に藤川球児さんの記録も、ね、手が届くというところの内容です。そうですよね。